皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。今、旧ジャニーズ事務所所属のタレントで一番活躍していると言っても過言ではないでしょう。その人は、スノーマン所属の目黒蓮さんです。今回は、改めて目黒蓮さんについていろいろと調べてみました。目黒蓮さんは、1997年2月16日生まれ、東京都の出身です。スマイルアップに所属して活動しています。2010年10月中学2年生の時に事務所に入所しました。以降ジャニーズジュニア内のユニットで活動していたそうです。2019年にユニットスノーマンに加入しました。そして満を持たして2020年1月22日に CD デビューを果たしました。目黒蓮さんは2010年10月30日に14歳でジャニーズ事務所に入所しました。いとこが事務所に履歴書を送ったのがきっかけだったそうです。2016年にはジャニーズジュニア内のユニット宇宙シックスを結成します。そして前述の通り2019年1月にはジャニーズジュニア内のユニットスノーマンへ加入しました。2019年8月までは2グループを兼任していたのですが、同年のジャニーズジュニア公演をもってジャニーズジュニア内のユニット宇宙シックスを脱退します。以降はジャニーズジュニア内のユニットスノーマン専任のメンバーとして活動してきました。2020年1月22日にはアイドルグループスノーマンのメンバーとしてデビューシングル DD でデビューしました。グループ内ではラウールさんに次いで若くメメの愛称で親しまれています。また端正なルックスを持ちながらも中身は天然キャラであり、そのギャップがファンに愛されているようです。目黒蓮さんは2015年のドラマお兄ちゃんガチャに出演し、少年いい役を演じたのが俳優としての最初となります。2019年にはドラマ簡単なお仕事ですに応募してみたに出演しました。貧乏大学生のワンちゃん役を演じ、アイドルグループスノーマンの岩本ひかるさん、ラウールさん、渡辺翔太さんと共に主演を務めています。2021年にはスペシャルドラマ教場2に出演しました。警察学校を舞台にした作品で木村拓哉さん演じる教官、風間公親の教え子であるソマリキト役を演じました。本作の撮影には3年半ほど続けていたテクノカットヘアを短く切って挑んでいます。目黒蓮さんは男性ファッション雑誌ファインボーイズのレギュラーモデルを2018年11月号から務めています。2020年には同誌の6月号7月号にて表紙モデルを務めました。特に本誌の6月号は予約が殺到し緊急重版が決定したほど人気となっています。さらに発売日には売り切れが続出するという状況が生じました。2021年には3月24日発売の女性週刊誌ファッション雑誌アンアンで表紙とグラビアを飾っています。夢は国民栄誉賞の受賞、もしくは人間国宝に認定されることという大きな夢を持っています。駄菓子が大好きで自宅に駄菓子屋コーナーを自作したほどだといいます。好きな女性のタイプは自分自身が持ち合わせていない部分を持っている人だそうです。彼女ができたら連絡の回数は多いタイプだと言います。ただし相手が望んでいる頻度にも合わせたいと気遣いも見せているようです。さてドラマに映画にと引っ張りだこの目黒蓮さん、そんな目黒蓮さんに病気説や整形疑惑などが上がっています。目黒蓮さんが病気で体が弱いとの噂がありますが、特に病気を患っているわけではありません。ではそのような噂が出たきっかけは何だったのか詳しく見ていきましょう。噂の原因は目黒蓮さんの体質やデマの情報によるものであることがわかるはずです。目黒蓮さんが過去出演した番組バナナサンドの中で太ることができずすぐに体重が落ちてしまうことを悩みとして相談していました。実際にたびたびファンからも痩せすぎという声が上がっています。しっかり食べていても太らない体質なのでしょうか。この目黒蓮さんの悩みに対して出演者のバナナマンの日村さんは
下記のようにアドバイス、要はもっとたくさん食べられるようになった方が良いというアドバイスだったようです。ドラマにグループでの活動にと多忙な目黒蓮さんですから、食事が後回しになったりたくさん食べられなかったりするのかもしれません。こうした痩せすぎの状態が何か病気を患っているのではないかというファンの心配につながってしまったのでしょう。目黒蓮さんが過呼吸で倒れる事件があったとの噂がありますが、これは全くのデマです。目黒蓮さんが過去に過呼吸を起こしたことはありません。ではなぜこのような噂が出てきたのでしょうか。調べてみたところ、ファンの方が投稿する妄想小説の投稿の中で目黒蓮さんが過呼吸で倒れるという設定のものがあったようです。この内容が独り歩きして、目黒蓮さんが過呼吸で倒れたことがあるという噂につながってしまったよう。過呼吸、何か持病があるのかという憶測が目黒蓮さんが病気という話に結びついているようです。実はファンの間で目黒蓮さんの顔が今と昔で違うと話題になっています。目黒蓮さんの昔の写真を見ると、目鼻立ちの感じが今と少し違っているように見えるため、整形ではと一部で噂されています。実際に本人も街中で整形を疑われたとのエピソードを話していたことがありました。結論から言うと、目黒蓮さんは整形していません。確かに写真で見ると少し今と顔立ちは違いますが、年齢とともに垢抜けたことやメイクのおかげで顔立ちがはっきり見えるようになったことが要因としてありそうです。写真で見比べると今の方がはっきりとした眉毛になっていたり、涙袋が強調されたりしていることがわかります。これらはメイクで変わる部分なので、こうした小さな変化が整形疑惑につながっているのでしょう。目黒蓮さんは太りにくい体質であることは説明しましたが、痩せたことも顔が変化した原因になっています。写真で比較すると顔の輪郭も昔の方が丸みを帯びていることがわかります。体重が減って顔もシュッと引き締まったことで、より二重が強調されたり凛々しい顔つきに見えたりするようになりました。顔痩せも目黒蓮さんの顔が変わったとされる大きな要因になっているようです。目黒蓮さんが食物アレルギーを持っているとの噂もありました。ここでは以下に沿って真相を確かめていきたいと思います。食物アレルギーがあるとバラエティなどへの出演時に苦労しそうですが、どうなのでしょうか。目黒蓮さんはフルーツアレルギー持ちであることが分かっています。2019年の舞台少年たちの中で、好きなフルーツはというインタビューで、フルーツアレルギーですと答えた目黒蓮さん。具体的にどのフルーツがダメなのか、はたまたフルーツ全般が NG なのかは分かっていません。一般的にフルーツアレルギーで多いのがリンゴやキウイ、桃などと言われています。ファンの情報によると、目黒蓮さんは桃アレルギーではないかと言われています。目黒蓮さん自身はフルーツは大好物とのことですから、もしかすると大人になってからフルーツアレルギーになってしまったのかもしれません。目黒蓮さんといえばフルーツサンド事件が関連キーワードとして出てくることがあります。これは目黒蓮さんが2020年に投稿したブログにて、楽屋にあったフルーツサンドを持って帰ろうとしたものの帰りにはなくなっていたという内容が記載されていたことが原因です。ブログの投稿を受けてファンはフルーツアレルギーではなかったのかと一部ざわついたようですが、上述の通りフルーツ全般がダメというよりは一部のフルーツのみが食べられないということなのだと思われます。ブログに投稿するくらいですから、よほど目黒蓮さんはフルーツがお好きなのでしょう。2024年3月7日、キリンホールディングスが公式ホームページにてスノーマンの目黒蓮さんの広告起用について声明を発表しました。キリンは今回目黒さん本人と対話の場を持ったといいます。キリンは昨年目黒を午後の紅茶の CM などに起用していましたが、旧ジャニーズ事務所の性加害問題を受け広告を一時見合わせていました。キリンによると今回目黒と直接話し合う場を持ったそうで、彼について当社グループ会社の広告に対して情熱を持ってブランドの価値向上に取り組んでいただいていたことや、これまでの実績だけでなく目黒さんの誠実な人柄、俳優としての唯一無二の魅力、
商品や当社のイメージとの親和性を再確認しましたと説明。その対話を通じて引き続き目黒を広告に起用することを決めたとしています。今回のキリンの発表に目黒ファンの間では、キリン様、目黒くんの心を守ってくれてありがとうございます。一度辞めるって判断されたものを再度引き寄せる目黒くんって本当に素晴らしい人なんだなと実感する。切られた時、正直ふざけんなって気持ちがあったけどよかったなどと喜びの声が相次いでいました。そんな中、2022年に放送された人気ドラマサイレントで共演した川口春奈さんのインスタグラムがネットで注目を集めているといいます。川口は3月7日自身のインスタストーリーズを更新し、ポメラニアンと思われる犬にラブという文字を添えた写真を投稿しました。彼女は愛犬家として知られ、毎回さまざまな犬と触れ合うファッション誌の連載も持っているため、 SNS に動物が登場すること自体は珍しくありません。しかしこの投稿が一部スノーマンファンをざわつかせることに。というのも、ポメラニアンといえば目黒がモコちゃんという名前で飼っている品種でもあるのです。さらに川口は先日、長年交際していた格闘家八千雄介と破局したことが報道されたほか、2月に開催されたエランドール賞の現場では目黒と肩を寄せ合う密着ショットも話題に。そのため一部スノーマンファンからは、目黒くんの愛犬と品種が同じなのは偶然かな、一瞬目黒くんの飼うモコちゃんかと思ってびっくりした、さすがに川口さんは匂わせみたいなことはしないと思うけど、このタイミングでポメラニアンはドキッとするなどと動揺する声が上がっていますと関係者は語りました。要は2人のドラマでの共演から想像を膨らまし、2人は交際しているのではないかと推測したのでしょう。川口さんがポメラニアンの写真をアップしたのは偶然だと思われますが、破局直後なだけに目黒さんとの共通点に目がいってしまうファンもいたようです。2023年10月下旬、品川プリンスホテルで東京ドラマアウォード2023の授賞式が行われました。2022年10月期に放送され、高視聴率を記録した川口春奈さん主演のドラマサイレントが優秀賞を獲得し、スノーマンの目黒蓮さんが登壇しました。川口さんの恋人役で若年発症型両側性間音難聴を発症し、聴力をほとんど失った青年を演じたことが評価され、助演男優賞を獲得したのです。受賞式後、会場のホテルから私服姿に着替えて出てきた目黒蓮さんは終始ご機嫌だったそうです。目黒蓮さんといえば、当時投稿したインスタグラムの言葉が物議を醸していました。ファンの間では、新エージェント会社に席を置く覚悟を決めたのではないかと言われていたそうです。問題の投稿は11月11日のことでした。スノーマンが SNS でスノーマンスペシャルライブみんなと楽しむ大晦日の生配信を発表し、ファンの皆さんと最高の大晦日にすべく絶賛企画中、12月31日開けといてくださいねとメッセージを添えました。同日に目黒蓮さんは自身のインスタグラムを更新し、9人とみんなで最高の大晦日にしようね、絶対後悔させないよ、俺らを正解にするというメッセージを添えた写真をアップしたのです。これを受けて東スポウェブ版が NHK と完全絶縁か、スノーマン目黒蓮は物議醸す挑発投稿との見出しで記事を掲載します。旧ジャニーズタレントの紅白出場をゼロにした NHK に喧嘩を売ったと捉えられても仕方がないとする記事を配信していました。それに対し、今度は週刊女性プライムが11月17日に俺らを正解にする目黒蓮がインスタ挑発投稿を向けた NHK 紅白ではない本当の相手との見出しで記事を掲載しました。それによると、その相手は NHK ではなくやめじゃにではないかと分析しています。その理由として、メンバーの佐久間大輔さん、渡辺翔太さん、阿部亮平さんが11月に入って
旧ジャニーズ事務所を本拠とする個人事務所を設立したことを挙げ、新エージェント会社と契約を結ぶためには個人事務所を設立する必要があり、そのための準備ではないかとしているとしたのです。一時は 2B に合流するのではないかという憶測も飛びましたが、メンバーのうち3人が旧ジャニーズ事務所内に本拠を置いたことで、全員が事務所に残る可能性が高まりました。今のところメンバーが脱退したり分裂したりすることは考えられませんので、目黒蓮さんも覚悟を決めたのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は改めて目黒蓮さんについてまとめてみました。ここまでで目黒蓮さんについて以下のことが分かりました。病気説はデマで、至って健康であること、体質的に太りづらく昔よりも痩せていることが整形疑惑の原因であること、何かしらのフルーツアレルギーを持っていること、まだまだお若い目黒蓮さんですが、ドラマに映画にと多忙を極めているので、今後も体調には気をつけて活動を続けてほしいところです。飛ぶ鳥を落とす勢いの目黒蓮さんが今後さらに活躍する姿を応援したいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。